できたから。リンゴ。リンゴ食べてるよ。もうなくなっちゃう。リンゴ。おはおごはん。ニュージーランドのリンゴだった。朝食リンゴ、おいしい。ペース早い。本当はね、もうね、すごい時間なくて、早めに準備して今来ました。でももう出ます。そう、もう出ないと撮影に行ってくる。行ってきます。これから今日は珍しく前髪があるよ。そう、おにぎり食べたかったけどおにぎり食べる時間はなさそうです。なので移動の車で食べれたら食べようかな。チーム4の衣装着るの新鮮ですね。新鮮。ちょっと待ってて。大丈夫。荷物を近くに寄せようと思ったんですけど、今ちょっと遠くにあるから。でもいやって感じ。
今日のメイクのポイントなんだろう。ない。ないです。いつも通り。いやでもすっごいナチュラルです。そう。もうちょっとだけチークを足します。今日の衣装はじゃーん、チーム4の衣装。そう、声がする。スタッフさんの声がする。ちょっと待って、荷物持ってこようかな。荷物どうしよう。あ、いいや。じゃーん、チョコラ BB、 チョコラ BB、 嬉しい。おにぎり食べようかな、おにぎり食べようかな。食べたいけどいつ出るかわからないからさ、出れない、食べれない。そうなの、レタチ。梅かからし明太子か迷うんですが、どっちがいいかな。梅かからし明太子どっちがいいと思いますか。迷う。どっちも好き。あ、倒れた。梅かからし明太子どっち。梅梅多い。からし明太子、梅は疲れに、そう、夏はね、夏暑いからさ。ってことで、じゃあ今日はね、から違う、梅言い間違いひどすぎからし明太子は好きだから、からし明太子も私はもう自分のものになってるので好きな時に食べます。梅が多い気がする。食べたいけど食べてる間に来たらどうしよう。やだ。いや、諦めよう。じゃーん、じゃーん。なんか海苔でっか。いただきます。おにぎりって美味しいですよね。美味しい。いつもはゆっくり食べるけど、いつ呼ばれるかわかんないから。
茶はあるよ、いらない。この梅は酸っぱい梅なんだ。笑ってる人がいたね。はい、今行きます。じゃあみんな今日も一日頑張ります。ママ、